視聴者の皆様こんにちは。九星術式競馬予想チャンネル、モグハンターです。今回は3月3日日曜日、阪神11レースの大阪城ステークス2024の予想をしていきます。よろしくお願いします。前回予想した下関ステークスは軸馬2のカンチェンジュンガが1着になったのですが、2着のエコロレジーナが連下から漏れていて残念な結果になりました。1番人気2番人気が消えて3連複は2万1000円でしたので、小波乱くらいの配当でしたね。動画をアップし終えてからネットでサウジカップの中継を見ていましたが、この日はフォーエバーヤングなどの将来性のある馬が勝利した良いニュースは入ってきましたが、なんといっても日本の総大昇格、ウシュバテソーロがアメリカの伏兵、セニョールバスカドールに頭差で負けてしまったのが悔しくてたまりませんでした。ウシュバテソーロはいつも通り最後方から完璧なレース運びをしていましたが、レースビデオを見直してみたら、なんとウシュバテソーロの隣にもう一頭、最後方からレースを進めたセニョールバスカドールがくっついていましたね。レモンポップなどが次々にバテて下がっていく中で、ウシュバテソーロは鋭く伸びて逃げ粘るサウジクラウンを捉えて勝ったと思ったのですが、マンマークしていたセニョールバスカドールがウシュバテソーロが追い出したのを見てからその外に持ち出して伸び、ゴール前で頭差かわされてしまいました。昨年のパンサラッサに代わってハイペースにしているのも米国馬ですし、今回は米国もなりふり構わず米国の威信をかけてチームプレーで絶対に勝つつもりで来たのでしょう。考えてみれば日本馬が米国の競馬関係者にこれだけ研究されて対策を施されてきたということは、日本の競馬の実力が世界的にも認められてきたということに他ならない気がします。それにしても一ファンの私でもこれだけ悔しかったのですから、高木調教師をはじめ関係者の悔しさは並大抵なものではなかったことでしょう。次のドバイでは何としても雪辱を果たしてほしいものですね。さて、最近のスポーツ界では連日のように、ドジャース入りした大谷選手の話題で持ちきりですが、今年は競馬界でもこれに関連したドジャーブルーの青枠がいつどんな場面で飛び出すかとずっと考えていたのですが、なんと今週大谷選手、結婚というビッグニュースが飛び込んできましたね。シーズンに入ってから周囲の雑音に悩まされないようにシーズン前に発表したのでしょうが、このビッグニュースは今週の競馬でも青枠だけではなく、おめでたい色である赤白枠やピンク枠で祝福されることでしょう。あと結婚関連の祝賀行事には良縁を表す緑色が出やすいので、緑の6枠にも注目しましょう。あとなんといっても3月3日はおひな祭り当日ですからね。これに関連して牝馬や女性の名前が入った馬名馬、女性騎手や女性馬主の馬などを狙いたくなってきます。今週は小倉の関門橋ステークスが小倉日経オープンと同じで例年固い決着で収まりやすいため、連下に人気薄が飛び込んでくることが期待される阪神の大阪城ステークスの方を狙っていきます。それでは3月3日の暦の解説をしていきます。この日の暦は九星が九紫火星、六曜が大安です。九紫火星の色は炎の赤と花のピンクです。九紫火星は男星です。火星という名の通り炎を勝利の基本としています。そこから光、栄光、繁栄、最高、名誉などの勝利が出てきますので、大レースで勝利して名誉、栄光を得るというような勝利を表します。ライト、光、栄心光という印象的な馬がいましたね。ベスト、オナー、栄光などの馬名馬がサイン馬になります。美、芸術、また体では目、頭、頭脳、などを表すので、ビューティー、アート、アイや、ヘッド、ブレインなどが名前に入っている馬はよくサイン馬になります。
また最も高いという賞位から最も年齢の高い馬が馬券内に来ることがあります。2021年のキーンランドカップで8歳馬星雲恒星が9番人気で3着に入ったりした例があります。以下、箇条書きにして九紫火星の勝位を解説していきます。 1. 九紫火星には再開、久しぶりという勝位があり、休養明けの馬が来やすい日です。かつては東海帝王の1年ぶりの休養明けでの有馬記念の勝利や不慮の事故により今は亡きシャケトラの1年ぶりでの AJCC 杯勝利の日などが九紫火星の日です。休養明けの馬はいつもは敬遠されがちですが、この日は積極的に狙っていって構いません。2. 九紫火星の色は炎の赤だけではなく、花などの派手な色合いを表し、名前にも入っている紫やピンクなども表します。そこから3枠だけではなく、8枠も暗示します。またレッドやスカーレット、ピンク、パープルなどの馬名馬がよくサイン馬になります。またこの色の勝負服の騎手や面子などの馬具を装着した馬にも注意が必要です。3. 栄光という勝位から輝かしい成績が生まれたり、人馬ともにその活躍から名誉を得やすい傾向の日になります。4. 人気の馬が強い日で、実力通りの決着になることが多い日ですが、たまに波乱のレースになるときは、最高という勝位から超高配当馬券のレースになることがあります。5. 九紫火星には双子という勝位があり、ゾロ目が出やすい日です。同枠の馬はたとえ人気薄でもできるだけ抑えておくと良いでしょう。6. 九紫火星の日の出目は先ほどの8枠と、筋の3枠、6枠と3、6、9の筋の馬番、13番、16番の馬番などにもできれば連下に流したいところです。あと、長、頭、リーダーという勝位から1枠も抑えておきたいところです。7、出やすいのは3枠だけではなく、九紫火星の日は3番人気も来やすい日です。あと指導者、リーダーという勝位から一番人気も強い日です。次に九紫火星の日の馬券購入上の注意点をいくつか挙げておきます。1. 九紫火星には勘違いをしやすいという有名な勝位があり、馬券購入をする前に確認を怠らず、十分チェックをしないと、買い間違い、馬番間違い、締め切り時間勘違いなどのミスが起こりやすくなる日で、購入前のチェックを十分にすることをお勧めします。2. 九紫火星は、初年運、中年運の星で晩年は衰えていく星です。そこから、いきなり1レース目から的中、中盤まで好調が続いたりしやすいのですが、そこが実はピークであって、あとは尻すぼみになっていく一方ということに後から気づきやすい日です。終わってから気づいても時間はもう巻き戻せないので、九紫火星の日はそういう特徴の日だと初めから心しておきたいところです。しかし序盤から好調で中盤までに気分よく儲かったところでそこで切り上げてやめられるかというと、気持ち的にはなかなか難しいですよね。中盤以降は掛け金を大幅に減らすというのが最善策ですが、自分の欲望との厳しい戦いが待っているといったところですね。なんとか工夫してプラスで終わらせたい日と言えます。それでは大阪城ステークスの軸馬の選定についての考察をしていきます。なんといってもお雛祭り当日ということで、ここでは大谷関連馬券よりも牝馬の方を優先して考えていきます。女性騎手では今村聖奈騎手、女性馬主の馬ではアリストテレスがいますが、ここではまだ復調途上と見て遠慮しておきます。2頭の牝馬のうち、どちらもこのレースで勝つ力のある実力馬ですが、前日オッズで1番人気の13番ピンハイはピンもハイも暦の解説でも述べたように九紫火星の勝位であり、来やすい休み明けの馬ではありますが、
この馬は鞍上の高倉騎手で前3走中2回で遅れており、馬というよりも騎手の方との相性に疑問があります。そこで軸馬1には1番のルージュスティリアを選びました。ディープインパクト3区は直線の長い阪神の外回りコースに強く、瞬発力勝負に強いので、ハマればピンハイとも互角に勝負できるでしょう。名前のルージュは紅色ですし、馬主が赤に白い星の勝負服の東京ホースレーシングなのも良いでしょう。阪神競馬場は開幕2週目ということもあり、芝の状態は良く、土曜日の競馬を見ても逃げ馬の逃げ切りや逃げ残りが目立ちました。このレースは逃げ馬自体は少なく、あまり速いペースにはならないと思われます。逃げて結果を残してきた馬は3頭いますが、一番内の2枠に入ったパクスオートマニカが逃げるには一番有利と思っていたのですが、一応トースポで陣営のコメントを読んでいたら、今回は控えて足を使う競馬で変わり身を期待したいと書いてあるのでびっくり。やはりコメントというのは読んでおかなければいけませんね。ではということで、軸馬2には休止、火星の日に出やすい赤の3枠から5番の湘南マグマを選びました。内側にパクスオートマニカがいたので逃げるのは厳しいと思っていたのですが、そういう事情であれば5枠のデビッドバローズは前走番手に控えての競馬で勝っているので、無理には鼻を取りに来ないでしょう。湘南マグマは先週の中山記念を除外されて阪神に来ているので、出走体制としては万全と言えます。1008で全3勝を挙げている馬で、この距離がベストの馬です。当初は大谷馬券でドジャーブルーの青枠から名手ムルザバエフ騎手のグラティアスを軸馬にしようかと思っていたのですが、この馬はここ2戦6を使っていて距離延長になるのと、1008はこれまで3着2回が最高と連帯圏に入ったことがないのでやめておきました。ただ対安の日に安の字の入った安田厩舎の馬なので、隣の枠が来るというサイン馬になってくれないかなと願っています。次にこのレースの買い目です。今回も自分の馬券の買い方の方である3連複軸一等流し10点買いの2本立ての買い方でいきます。ちなみに軸一等流しを2本立てにしている自分のやり方は、無理にどちらか片方に絞ると切った方が来るという悔しい思いを長年続けてきた結果、自然と身についた買い方で、自信のある方はどちらか片方に決めて買われれば投資金額が半分になりますので、ぜひそうされると良いでしょう。どちらにするか迷った末に切った方が来るというのは、私だけが持つ運命的な巡り合わせかもしれませんので、今回の2頭の軸馬から連下に流す馬は以下の通りです。2番、3番、4番、6番、7番、9番、11番、13番、15番、プラス、もう1頭の軸馬、以上の10点です。この2頭の軸馬からそれぞれ、3連複、軸1頭流し、10点買いで、4500円 ×2、計9000円の買い目を推奨いたします。なお馬券購入は自己責任でお願いします。大金投入はやめましょう。競馬は少額投資で高配当レースを狙っていれば、大いに楽しめる大人の遊びです。あ、